1年納めの本場所、平成26年11月12月場所を迎えました。果たして今場所はどのようなドラマが待っているんでしょうか。いつもの通り実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。さあ先場所はなんといっても四強時代の終わりなのかという、そういうふうにも感じる湘南の風の初優勝でありました。神奈川県出身、神奈川県勢としても初めての優勝でもありましたし、そして今場所は一気に関脇まで昇進して、いよいよ進化が問われる場所を迎えますね。そうですね、もう周りのみんなが湘南の風を研究してくるでしょうから、はい、ここは踏ん張りどころでしょうね。そうですね、初日いきなり横綱戦が組まれましたね。いや清水館との、ここをどう、撃退するかというところになりますね。そして清水館は休場明けです。先場所千秋楽を休場してしまいましたので、休場明けで果たしてどうかという心配な初日でもあります。後ほど番付の紹介をいたします。今場所はね、新十両新入幕の力士もね、たくさんおりますので、そういった紹介もしていこうかと思います。さあでは早速十両の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成26年11月12月場所、これより初日十両の取り組みであります。コナンマチウサちゃんに太陽の秋田小町エンジェル、東方コナンマチウサちゃん、東十両7枚目、福島県出身福島部屋、西方太陽の秋田小町エンジェル、西十両7枚目、秋田県出身ほぼピンベア、これより十両の取り組みであります。さあ十両の相撲が始まります。まずは新十両湖南町うさちゃんです。20歳の力士、福島県出身福島部屋です。なんといってもこの湖南町うさちゃんはね、はい、バトルロイヤル枠で勝ち上がりました。両者そうなんですけれどもね、はい、やっぱり運も実力のうちというところがありますんで、はい、どういうふうにその運を使って這い上がっていくのかというところも楽しみですね。もちろん実力も、ね、ないとバトルロイヤルは勝ち上がれませんから ね、はい、そういう意味では、どれだけ戦えるかという楽しみですよね、はい、太陽の秋田小町エンジェル、こちらも帰り十両です。バトルロイヤルでこちらもそうですね、久しぶりの十両ということになります。十両での相撲です。さあいよいよ始まります。平成26年1年納めの本場所です。左は湖南町うさちゃん新十両、右は太陽の秋田小町エンジェルです。帰り十両、押し合いかどうでしょう。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぶつかりました。組み合った、突き放した両者です。湖南町うさちゃんが出るぞ出るぞ、突き放した突き出し、湖南町うさちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して湖南町うさちゃんの勝ち。豪快な相撲でした。そうですね、太陽の秋田小町エンジェルも突き押し得意なんですけども、それに押し勝ちましたね。バトルロイヤル枠同士ではありますけれども新十両元気いっぱいの相撲でした。湖南町うさちゃんが白星発進です。敗れて太陽の秋田小町エンジェルは2日目に期待しましょう。一式パンパンに備前焼き、東方一式パンパン、東十両5枚目、静岡県出身アンビックベア、西方備前焼き、東十両6枚目、岡山県出身ほぼピンベア。さあベテランの備前焼きは十両に陥落しています。もう後がありません。対するは一式パンパン、こちら帰り十両です。先週のトーナメントで勝ち上がってまいりました帰り十両です。年の差10歳差、備前焼き33歳です。なお十両は9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。3勝すると勝ち越しです。押し合いになるか、制限時間いっぱい、両者見合って今日のでぶつかりました。備前焼き左の回し、右の回しが入った、寄るのはしかし一式パンパンか、のぐでのぐでのぐ
一色パンパンが寄っていく。回しを掴んで備前焼きはこれでも相撲が取れます。右の回し入っています。一気に寄っていく。さあ四つ相撲になって、寄るのは備前焼きです。備前焼きが追い詰めました。寄り切り備前焼きの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切って備前焼きの勝ち。回しをつかめばやはりベテラン備前焼きですね。そうですね、押し込む力というのは強いですね。備前焼きが白星スタート。一色パンパン敗れて2日目以降に期待しましょう。石狩川に夢の富士娘。東方石狩川、東十両3枚目、江別市出身のポロベア。西方夢の富士娘、西十両3枚目、静岡県出身アンビックベア。十両の力士が今場所も東西ともに7枚目までありますので、14名おります。ベテランの石狩が帰ってまいりました。32歳です。帰り十両トーナメントで頑張りました。夢の富士娘も帰り十両です。解説未亡さん、石狩川、はい、久しぶりですよ。そうですね、まあやっぱりトーナメントで勝ち上がってきて、まあ元気いい相撲が多かったので、はい、まあ、石狩川っぽいあの突き押しの相撲っていうのも見せてほしいですね。実に平成24年の7月場所以来の十両での相撲です。もう随分ですね。もうほぼ、まあ、2年、もう門番化してますからね。そうですね、はい、それ以来の、さあ本場所での土俵です。石狩川、突き押し相撲がここで出るか、夢の富士娘を押し込んでいけるか。制限時間いっぱい、両者見合って今日投げない、ぶつかりました。右の回し入るか、石狩川投げない突っ張り合いになりました。夢の富士娘が前に出られるか、突き倒し、夢の富士娘の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒して夢の富士娘の勝ち。夢の富士娘が豪快な相撲でしたね。まあ、やっぱりね、夢の富士娘、この強烈な一発ありますよね。白星スタートは夢の富士娘、石狩が2日目以降に期待です。水神クラゲに熱海ちゃん。東方水神クラゲ、東十両筆頭、静岡県出身アンビックベア。西方熱海ちゃん、西十両筆頭、福島県出身福島ベア。十両最後の一番であります。幕の内を目指して、そういった十両の力士たち、筆頭に番付をがある2人、水神クラゲと熱海ちゃんです。勝ち越せば幕の内かというところ、両者新入幕を目指します。水神クラゲ浴びせがあります。熱海ちゃんも浴びせが得意です。若手の2人、十両最後の一番、制限時間いっぱい、よしみやって、きょーい、のどい、ぶつかりました。引っ張っていく、引いていく、はたき込み、水神クラゲの勝ち。ただいまの決まり手は、はたき込み、はたき込んで水神クラゲの勝ち。ここは狙っていたか、水神クラゲ。まあよく見てましたね、うまかったですね。水神クラゲが白星スタートとなっています。熱海ちゃんは2日目以降に期待しましょう。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年11月12月場所が始まりました。さあこの後ですが、三役力士の土俵入りです。ぜひ皆さんもタイムライン上でよいしょの掛け声もね、お願いいたします。東方より三役力士土俵入りであります。東方三役土俵入り、先導は小結び高尾さん、東京都出身春日部部屋。帰り三役高尾さんです。初日は横綱キリダンサーとの取り組みです。関脇ピコツーミ、千歳市出身ほぼピン部屋。まだまだ今場所も大関への挑戦は続きます。ピコツーミ、今日は清水ロケットとの取り組みです。最後は大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。先場所は優勝戦線リードしていったんですが、残念ながら終盤に脱落してしまいました。今場所こそはどうでしょう。今日は東くんとの取り組みです。では皆さん一緒にタイムライン上でよいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、これの
コラグユーチでボクサークシー。東の三役土俵入りでした。代わって西型三役土俵入り、先導は小結び江戸緑、東京都出身ほぼピンベーや。さあ帰り三役江戸緑です。微妙なところかなと思いましたけれども、先場所勝ち越して三役に返り咲いています。今日は横綱白石島との取り組みです。最後は関脇湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋。さあ今場所はどうでしょう。大関を目指しての場所になりました湘南の風、連覇ももちろん狙います。初日いきなりの横綱戦、清水館との取り組みです。ではまた皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょやろ、今回も優勝します。注目の湘南の風、もちろん新三役です。非常に楽しみな場所を迎えました。牛乳パックで紙相撲実況中継です。タイムライン上よいしょの掛け声ありがとうございます。さあ初日を迎えました。まあちょうどタイミング的には大相撲が終わって、さあ紙相撲という感じになっている今場所ですけれども、スタートがいつもより遅れております。12月の23日が千秋楽の予定で進んでいくという今場所です。さあ中入り、今場所の番付紹介です。恒例、初日の恒例ですけれども、さあ早速今場所の注目の番付をここで紹介することといたします。出ますでしょうか。おっとっと、出ますか。はい、出ましたね。まずは三役です。東の三役陣まで、横綱と三役陣までです。白石島が東の横綱につきました。そしてキリダンサーが西に入っていますので、東にもう一人は清水館は休場明けです。大関後楽園は一人大関ですので、この位置関脇はピコツーミ、東に入っています。まだ大関挑戦を狙える立場、7勝を目安として大関昇進です。もう一人は高尾さんが返り三役、小結びについています。続いて西です。西の方がキリダンサーです。そして湘南の風が西の関脇、新関脇、そして江戸緑が三役に返り咲いています。今場所の小結び関脇、解説三坊主さん、はい、どのような印象ですか。まあ、やはりその、まあ、横綱が、ね、まあ、3人いてっていうところになると思うんですけれども、まあ、やはりそろそろ後楽園、まあね、この四強時代、いた中で、まあ、1人横綱になってないっていうところがありますので狙ってるでしょうかね。まあ、ただ、湘南の風、やっぱりここでドーンと関脇来ましたから、まあ、湘南の風もっともっと上狙ってるでしょうね。大関挑戦にもつながっている今場所の湘南の風です。6勝あるいは目安でもう大関昇進じゃないかと言われています。さあ、平幕です。上位見ていきましょう。上位ですが、6枚目7枚目まで今画面上出てますか。清水ロケット、そして残機2が2枚目ですね。千歳ソードマン、ヨット丸が、自己最高位です。シノロの星、ハッピー新潟、エイトプリンス、東の上位7枚目までご覧いただきました。続いて西の上位です。西の上位は東くん、藤の牛島、与一山、竹里団地関、パンケーキちゃん、野田 R2D2、 江ノ電丸です。この辺り上位陣はね、もちろん4枚目あたりまでは横綱戦、大関戦はねありますから、どうですかね、見た感じ。まあそうですね、東くんあたり踏ん張りを見せてほしいなというところがもうありますけれども、まあダルツ D2 ちょっと結構下がってきてますね。
そうですね、一時は三役定着かと言われたんですけどね。富士の牛島が2枚目に今場所上がっています。あとは若手ではヨット丸がね、上位戦今場所あるいは組まれるかなというわけです。注意、エイトプリンスから下ですね、大平川山8枚目、周回道湘南トカゲナース藤曲がり、ワンパク水戸戦場、カスカビアンが14枚目に戻ってきています。帰り入幕、あとワンパクも帰り入幕です。ベテラン勢がいますね、この辺りは。そして西です、心臓人間札幌、銀屏風が自己最高位、もちろんですね、先場所大勝ちしました、ここに来ました。グレキンとき、グミサワ熊兄弟、清水おばけ、御殿場内三世、備前長船は14枚目新入幕です。まあこういう新入幕も今場所は3人ですか、いますからね。飛騨高緑山、清田のんちゃんが幕尻なんとか残っています。そして二新の回には新入幕です、ヨーサースクリームと魚雷イルカ池、備前長船も入れて3人が新入幕ですね今場所。このあたりどうですか今場所は。まあやっぱりその魚雷イルカ池あたりがね、まあどんな勝ち方するかっていうのは非常に楽しみですね。愛知県の力士が初めて、はい、この入幕を果たしましたから。そうですね、初日いきなり、この後清田のんちゃんとの取り組みですね、はい、ベテランとの一番、どんな相撲を見せてくれるか楽しみですね。でもね、ヨーサワスクリームもついに幕内での相撲ということになります。備前大阪船は先場所十両の優勝戦線ですからね、こちらも楽しみです。さあ十両ご覧いただきましょう。十両東です、今日すでに取り組みを終えている力士もおりますが、東はご覧の通りです。ベテランヌーアツベツや石狩川、備前焼きといったところが名を連ねています。あとは上位、水神クラゲ、千葉のドラちゃんあたりはね、はい、新入幕狙ってくる位置です ね、 ですね。西です、熱海ちゃん、石巻、クマリン、このあたりもね、うん、もちろん新入幕狙ってくるでしょうね、はい、東北勢楽しみですね。あとどうですかね。まあやはりそのエベツ丸ですとか、まあそういったベテランがね、どういった形で勝ってくるかというところですよね。ベテランと若手の構図がくっきりですね、今場所も分かれてますね。これも楽しみなところですよね、はい、十両は。というわけでご覧いただきました、平成26年11月12月場所の番付でございました。さあこの後は幕内の取り組みが始まります。ご覧のように今日も組まれております。今日もいきなり注目の取り組みが多いですからね。そうですね、まあ、なんといっても湘南の風がね、まあ、横綱に対してまた今場所も勝てるのかどうか、まあ、優勝できるのかどうかっていうところは一つのスポットかなと思いますね。そうですね。さあ初日幕内の相撲が始まります。牛乳パックで紙相撲、平成26年11月12月場所、これより初日幕内の取り組みであります。清田のんちゃんに魚雷イルカ池、東方清田のんちゃん、東前頭16枚目、札幌市出身タック部屋、西方魚雷イルカ池、西前頭16枚目、愛知県出身愛知部屋、これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ新入幕とベテランという構図ですね、初日いきなり。そうですね、まあ、この魚雷イルカ池がね、まあ、ここに来るまでにまあやっぱり小兵っていうところがあるんですけども、自分からひっくり返っちゃったりっていうところがあったんですけれどもね、まあ、この清田のんちゃんの浴びせをどういぞるかっていうところですね。清田のんちゃんもなんとかこの位置踏みとどまってという、この16枚目幕尻です。ベテランと新入幕の愛知県出身は初めての新入幕、魚雷イルカ池であります。いぞりかあるいはのんちゃんの浴びせかというところでしょう。
制限時間いっぱい。よしみやって、魚雷のこと。ぶつかりました。イゾリはどうか。イゾリです。魚雷イルカイケの勝ち。ただいまの決まり手はイゾリ。イゾリで魚雷イルカイケの勝ち。清田のんちゃんの浴びせですが、やはりここは得意技が出ました。まあうまくイゾリでしたね。魚雷イルカイケ、愛知県勢初めての白星です。本場所で初めての白星、おめでとうございます。敗れて清田のんちゃん、2日目以降に期待しましょう。日田高緑山に要沢スクリーム。東方、日田高緑山、東前頭15枚目、岐阜県出身、ほぼピンベア。西方、要沢スクリーム、西前頭15枚目、静岡県出身、アンビックベア。さらに新入幕、要沢スクリームです。重量でね、何場所かやってきましたからね、こちらはね、はい、そういう意味ではまあ緊張感という意味ではまたどうでしょうかね。先ほどの魚雷イルカイケとはまた違う感じですかね。まあ慣れてはいると思いますね。まあここの地位での土俵っていうところがあるんですけども、逆に楽しんでいくんじゃないかなと思いますね。3場所重量で相撲を取った要沢スクリームです。押し相撲、日田高緑山、こちらはもうベテランの域、29歳返り入幕です。浴びせがあります。制限時間いっぱい。両者見合って、今日は投げない。ぶつかりました。押し合いです。浴びせるな。日田高緑山が行く。突き放した。両者スクリーム突き放した。送り倒し、日田高緑山の勝ち。ただいまの決まり手は送り倒し。送り倒して日田高緑山の勝ち。後ろを取りました。ここはやはり経験の差ですね。正面から行くと、まあ、浴びせ効かないっていうところですから、後ろから行きましたね。日田高緑山が勝っています。要沢スクリーム新入幕での初白星は2日目以降に期待しましょう。カスカビアンに備前長船。東方、カスカビアン、東前頭14枚目、埼玉県出身、ほぼピンベア。西方、備前長船、西前頭14枚目、岡山県出身、岡山部屋。先場所の十両優勝決定戦の組み合わせです。2人とも幕の内に上がってまいりまして、さあいきなり初日ぶつかります。激しい相撲でしたからね。まあそうですね、2人とも試合っていうところはこうやっぱりなりますから、まあ、今日の一番もそうでしょうね。最後は切り返しというですね、はい、三つどもえ戦を制したカスカビアンでしたけれどもね、はい、31歳と19歳、年の差一回りです。新入幕と返り入幕、制限時間いっぱい。よしみやって、今日はぶつかりました。左の回しはカスカビアンが取った。寄る、カスカビアンが寄る、寄る、寄り切り、カスカビアンの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切ってカスカビアンの勝ち。今日は左の回し早かったですね。そうですね、やはり回しを取ってこう横から押してっていうところがありますね。見事でした。返り入幕カスカビアン勝って白星スタート。なんといっても三役経験者ですからね。そうですね、また賑わせてくれるんでしょうか。カスカビアン白星スタート、備前長船2日目以降に期待しましょう。水戸千葉に御殿場富士山勢。東方、水戸千葉、東前頭13枚目、茨城県出身、茨城部屋。西方、御殿場富士三世、西前頭13枚目、静岡県出身、アンビック部屋。背中がくる。さあ水戸千葉、やや番付を落としてしまいました。まあもう一度上に上がるためにも今場所大事ですね。そうですね、背中が来るんでしょうか。今日は御殿場富士三世、こちらも今場所またこの位置から這い上がっていきたいところです。先場所は4勝5敗とあと一歩のところでしたからね。新入幕であと一歩でした。潜り込めるか御殿場富士三世。水戸千葉後ろを向いてからが強い。制限時間いっぱい。よしみやって、かなめ。ぶつかりました。さあ捕まえたか水戸千葉。寄っていけるか、寄っていけるか、振りほどきたい御殿場富士。寄っていきました、水戸千葉の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って水戸千葉の勝ち。
捕まえましたね。そうですね、御殿場富士先生なんとかこう中で暴れて逃げようと思ったんですけれども、追いかけましたね。見事でした。水戸戦馬が白星スタートです。清水お化けに組沢熊兄弟。東方清水お化け、西前頭12枚目、清水町出身、清水町部屋。西方組沢熊兄弟、西前頭11枚目、静岡県出身、アンビック部屋。さあ幕の内定着してまいりました。清水お化け、初日は組沢熊兄弟との取り組みです。組沢熊兄弟も若手でこれからが楽しみですね。そうですね、まあ押し強いというところがありますからね。先場所勝ち越してこの位置です。さらに番付を上げるためには今場所大事です。浴びせていきたい清水お化け。土俵際の粘りも持っています組沢熊兄弟。制限時間いっぱい、両者見合っていけば投げない、ぶつかりました。浴びせるのは清水お化け、引いていけるかどうか。押し込むぞ組沢熊兄弟、夜押し込む。浴びせはどうか。清水お化けに軍配。物言いが出ています。勝負審判元横綱タッグ、マッチョマッチョマッチョ、今場所初登場です。お腹はどうでしたかね。お腹はつく前に倒したかなという。大丈夫でしたね、はい、確認でした。ただいまの競技についてご説明いたします。行事軍配は清水お化けに上がりましたが、お腹がついていたのではないかということで競技した結果、お腹がつく前に浴びせており、軍配通り清水お化けの勝ちであります。清水お化け、ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して清水お化けの勝ち。引きはなりませんでした。まあ惜しかったんですけれどもね。清水お化けが勝っています。白星スタート。グミサークマ兄弟を2日目以降に期待しましょう。ナース藤曲がりにワンパック。東方ナース藤曲がり、東前頭11枚目、静岡県出身、アンビックベア。西方ワンパク、東前頭12枚目、札幌市出身、南急ベア。ここで牛乳パックで紙相撲の基本ルール紹介しましょう。身長が 6.5 センチまで、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲内の力士たちです。名前に関しては地域にちなんだもの、こちらを含めていただいています。年齢の概念もあります。ベテラン若手の戦いというのも一つの楽しみです。公式ガイドブック、新しいものはまだこれからなんですが、データ版無料でダウンロードができます。中には型版もありますのでね、ぜひぜひこういった形で皆さんも力士を作っていただいて、そしてエントリーもお待ちしています。今お送りいただくと1月のエントリーに間に合います。ぜひお待ちしています。今場所ね、愛知県の力士が初めて幕の内の土俵でということに、ねね、なりましたし、日本全国の力士たちがまた集ってこれば面白くなるかなと思います。はい、ぜひこれをご覧の皆様お気軽にお送りください。お待ちしています。作り方わからなければね、YouTube などでもね作り方アップしてありますので、そちらもご覧ください。さあ土俵上ですが、ワンパクとナース藤曲がりですね。はい、これもベテランと若手という構図です。35歳、幕の内最年長はワンパク。浴びせていけるか。ナース藤曲がり、時に浴びせも見せます。こちらは若手24歳、制限時間いっぱい。よしみやって、きょい、投げない、ぶつかりました。投げない、引いていった。浴びせは上手投げ、ナース藤曲がりの勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ。上手投げでナース藤曲がりの勝ち。左の上手が入りました。やっぱりね、隙を見せるとこういうね、技が出ますよね、ナース藤曲がり。まあこういううまさも持ってますからね、この力士は ね。ナース藤曲がりが白星スタート、ワンパク黒星スタートです。湘南トカゲにグレキントキ。東方湘南トカゲ、東前頭10枚目、
神奈川県出身、神奈川部屋。西方グレキン時、西前頭10枚目。静岡県出身、アンビック部屋。ウェディビジョン、ウェディビジョン。さあ、湘南トカゲ、やや番付を落としましたが、今場所は非常に重要でしょう。対するグレキン時も一時期の勢いというのがやや失われております。ですが、まあ先場所の終盤あたりは3連勝で締めてますからね、うん、浴びせていけるか湘南トカゲ。グレキン時、この相手では引き技が決まっています。過去3対0グレキン時がリードです。4度目の対戦、制限時間いっぱい。よしみやって今日のぐらい。ぶつかりました。突っ張っていく。引いていく。上手投げ。いや、浴びせはどうか。湘南トカゲ。湘南トカゲに軍配です。物言い。物言いです。勝負審判元横綱タック。これも際どい相撲でした。マッチョ。マッチョ。ただいまの競技についてご説明いたします。行事軍配は湘南トカゲに上がりましたが、ただいまの競技確認の結果、湘南トカゲが浴びせており、軍配通り湘南トカゲの勝ちといたします。湘南トカゲ、ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して湘南トカゲの勝ち。投げは実りませんでした。途中まではねグレキン時だったんですけれどもね、ひっくり返しましたね。そうですね、体勢がかなりね後ろに行ってしまいましたからね。湘南トカゲが白星スタートです。周回道に銀屏風。東方周回道、東前頭9枚目。埼玉県出身、ほぼピンベア。西方銀屏風、西前頭9枚目。室蘭出身、室蘭ベア。さあ、注目の力士の一人としてはこの銀屏風もそうですね。そうですね、まあ、やはり、翼を使って横に逃がさず前に押していくっていうところがありますからね。先場所この銀屏風が6勝を挙げました。後半ちょっと攻め疲れしちゃったかなっていうところはありますけれども、はい、まあ、冷静にいけばいける力士じゃないかなと思いますね。そうですね、今場所この9枚目の位置、さらに大勝ちなるかというところ、押し込んでいけるか。周回道、こちらはベテランです。初顔合わせ、制限時間いっぱい。両者見合って今日脱ぐない。ぶつかりました。直線で押し込んでいくのは銀屏風。銀屏風が一気に出る、一気に出る。押し出し、銀屏風の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して銀屏風の勝ち。一直線でした。最後ちょっとなんか周回道ピョンって飛びましたけども、大丈夫でしたからね。最後ほんと避けるようにね後ろに下がってしまいました。びっくりしましたね。銀屏風勝って白星スタート、周回道は黒星スタートです。大平川山に心臓人間札幌。東方大平川山、東前頭8枚目。栃木県出身、春日部部屋。西方心臓人間札幌、西前頭8枚目。札幌出身、タックベア。さあ、大平川山です。こちらもね、幕内に入ってからは非常にコンスタントにねいい相撲を取り続けています。そうですね、またこれ番付は自己最高位です、8枚目。心臓人間札幌は今場所はこの位置です。両者、まあ、キャリアは心臓人間札幌の方が長いんですけど、はい、年は一緒なんですよね。まあまあ、なんかもう、あれですね、心臓人間札幌、だんだん結構前からいるから、年取ってるように感じますけどね。まだまだ、年齢的にはこれからというところです。押し合いになるんでしょうか、制限時間いっぱい。両者見合って、今日は殴れ。ぶつかりました。潜り込んだ大平川山。こうなれば大平川山です。殴れ。押し込んでいく。土俵際に追い詰めて、心臓人間は苦しくなりました。出る。土俵際。大平川山が勝ちました。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して大平川山の勝ち。最後まで中に潜り込んでという相撲でした。ちょっと心臓人間札幌前に出れなかったですね。
大平川山が勝っています。新座人間札幌は黒星スタートです。エイトプリンスに江ノ電丸、東方エイトプリンス、東前頭7枚目東京都出身ほぼピンベア、西方江ノ電丸、西前頭7枚目神奈川県出身神奈川部屋、幕内前半最後の一番です。さあ、エイトプリンスは7枚目まで番付を下げています。先場所は久しぶりの三役だったんですけれどもね、1勝8敗という成績でした。江ノ電丸も7枚目という今場所の番付です。一気に前に出る相撲があります。先場所あるいは優勝戦線かというところまで行きました。一気の電車道なるか江ノ電丸、浴びせが得意はエイトプリンス。制限時間いっぱい、よしみやって今日は。ぶつかりました、潜り込むのエイトプリンス、出ていく、出る、はたいた、江ノ電丸に軍配。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで江ノ電丸の勝ち。江ノ電丸が落ち着いていました。まあ江ノ電丸はね、まあ引くっていうことも覚えたんでしょうけれども、エイトプリンスちょっとやっぱり心配ですね。浴びせ決まってないですね。江ノ電丸が勝っています。一年納めの本場所初日です。北海道札幌から中継でお送りしています。今日は札幌気温がねかなり低いんですけれども、きっと5度6度くらいの気温かと思うんですけれども、日差しは今の時間出ています。もう夕日という時間です。さあ今日はなんといってもね、後半の取り組み注目どころが多いですね。そうですね、まあ、やっぱりその横綱たちもそうですけれども、やっぱり湘南の風、はい、まあ、ここがねまずは初日清水関東というところになりますんで、まあ、先場所の勢いそのままでいけるかどうかですよ ね。 ね、年は一緒なんですけれどもね、24歳同士ですが、はい、湘南の風は一気にここで駆け上がってきたという、番付を今駆け上がっているというところに乗っています。そして結び前がキリダンサーと高尾さんの取り組み、結びが白石島と江戸みどりです。江戸みどりがね、はい、いきなり初日からこの横綱と対戦というのは、またこの位置だからこそ面白い状況になるかなという期待を持たせますよね。そうですね、の江戸みどりもこうやっぱり調子が悪かった時期ありましたから、まあ、今ね、自分の進化が問われているところじゃないかなというところがありますね。この後幕の内後半の取り組みです。そしてもちろんその前に横綱の土俵入りがあります。